初代戦闘オールバンズ公、チャールズ・ボークラークは、イギリスの貴族、イングランド王チャールズ二世と、愛人ネルク・グウィントの間に生まれた諸子。初代戦闘オールバンズ公で、ボークラーク家の祖。1676年、チャールズ二世から、ボークラーク姓とバーフォード伯爵、ヘッティンドン男爵を与えられ、1675年に、高塚さ頭に任命。 1684年に戦闘をルバンズ港に除赦され年金手当も与えられた。1685年に父が死去。1687年に母も亡くなると、ウィンザー城敷地内のバーフォードハウスなど大規模な不動産を相続。同年に、騎兵第8連隊隊長となり、1688年に大トルコ戦争に参戦して、ベオグラード包囲戦に加わった。 1693年に、ウィリアム3世から、ジェントルマン・アット・アームス隊長に任命され、4年後の1697年には、寝室係自重になるなど、ウィリアム3世の下でも優遇された。アンの知性では、保育党寄りの姿勢から遠ざけられたが、ジョージ一世の代で、復帰、1718年に、ガーター勲章を受勲した。1726年、 56歳で死去。長男のチャールズが爵位を継承。遺体は、ウェストミンスター寺院へ埋葬された。1694年、オックスフォード博、オーブリード・ビアーの娘ダイアナと、結婚、12人の子を設けた。チャールズ、セント・オルバンズ公、ダイアナ・ウィリアム、庶民・イン・イン・ビアー軍人、初代ビアー男爵ヘンリー・シドニー・ジョージ・シーモア・ジェームズ、ヘレフォード司教、オーブリー海軍軍人、 メアリーアン、ありがとうございます。